県越前市にある竹尾中央公園だるまちゃん広場で遊びに行きます。竹府出身で日本を代表する絵本作家の加古さとしさんが監修し、だるまちゃんと天狗ちゃん、カラスのパン屋さんなど名作ぞろいの加古さんの作品世界のテイストを存分に取り入れた公園です。なんかすごいなこれ。大丈夫？大体ね、なんか入った砂入ったやろ。パパと行く？一緒に行くか。くんの入れよ。ヒロちゃんちょっと待って、濡れたら大変やから、これと上だけ濡れて、うわっ食べたい、でもどう。公園内には大型遊具の他にちょっとした遊園地があり、有料になりますが、メリーゴーランドやモノレールも乗れます。公園の中に遊園地があるなんて夢のようですね。一日中遊べるフリーパスも販売していたね。前で。
い、ありがとう。はい。これ、ベリーボーダンは。ねえねえ、ヒロちゃん。なんで知ってるの、パルマリさんですか。パパも乗る？はい。こっちこっち。おっしゃ、これ、おっしゃ。これクラクション。子供たちに木のおもちゃに触れ、ぬくもりを感じながら好奇心や想像力を育むような木育て環境を提供する施設。施設内には木のおもちゃが置いてあり、自由に持ち出して遊べます。おっとっと、キューちゃん、また行って、また入ろう。じゃあ、あそこになんか違うよ、これ乗れるんじゃない。乗れ、こっちなんだ、こっちまだエンザー熱いで、ファッと熱いといるって靴脱いでボケンおにぎりポンチロロ。Thank you.